の主要民族中東欧に広がるスラブ人の一派インドヨーロッパ語族のスラブ語派西スラブ語群に属するポーランド語を母語とするポーランド族は様々なレヒト人部族と交わりピアスとアサを築いたポーランド国家を築いた西スラブ人の一派の諸部族で中心部族であったポラン族に由来しているポラン族はポランの複数型を用いて ポラニエと呼ばれるが、これでけ義では、平原の民という意味で、原インドヨーロッパ語を元とする。ポランから、英語の国名、ポーランドの由来となった。スラブ民族が、現代のポーランド領域に居住して1500年になる。部族を組織し、大きなグループは後に、ポーランド族として知られた。ポーランド族は、様々な、レヒト人部族と交わり、ピアスとアサを築いた。これにより、 ポーランド国家が成立した15世紀半から19世紀初頭までポーランド人は民族的出自や宗教的信条は基盤とせずに貴族のシュラフタ階級のみを指していたポーランド共和国の法律ではポーランド人という民族を定義する民族的な規定はなくポーランドに永住している人々すべてポーランド人としている一般的に他のヨーロッパ諸国では 根本のポーランド民族の概念を尊重し、ポーランド語を日常的に話し、ポーランド独特の伝統を共通して持ち、ポーランドの民族的背景を持つ人々のみをポーランド人と考えられている。ポーランド人の先祖の民族的出自は多岐にわたる。中世初期までのポラン族以外には、グラル人など他のスラブ系諸部族が流入し、スラブ系でないリトアニア人をはじめとする。 バルト人、他には、ブラフ人やルーマニア人、ロマ人など、中世に多く居住していた少数民族の、ユダヤ系民族、その他には、モンゴル系、リップカタタール人やモンゴル人なども多数包含している。これら民族のポーランド文化への影響は、民族衣装、民族ダンスなどにもよく反映されている。EN ポーリッシュフォークダンセズも参照ポーランド語と異なる言語を母語する少数民族はポーランド人と別のアイデンティティを保持し居住するカシューブ人、ルシン人、グラル人、シレジア人など通常シレジア人を除いては民族的少数派というよりは言語的少数派の部族として認識されている文化的権利は国内法及びにより保護されるポーランド人はポーランド国内に 約3800万人が居住する。また、少数民族として、リトアニア、ウクライナ、アルゼンチン、ロシア、ルーマニア、エストニアなどに居住している。これらの地域的な広がりは、ポーランドの歴史的な領域の変遷に由来するところが大きい。18世紀末以降、ポーランドは1世紀以上独立を失い、第二次世界大戦後は共産主義権となった。 これを反映して、ポーランド人はアメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ブラジル、ベラルーシなどに移民した。総数は約2000万人である。20世紀初め、特に戦時中にフランスに約100万人移住した。アメリカは最大数のポーランド人移民が居住する国である。中世からのポーランドロシア戦争の結果、ポーランド国内にはロシア人居住者が そして、ロシア国内には、ポーランド人居住者が多く住んでいた。ロシアには、第二次大戦期間に強制排除されるまで、約300万人が居住していたと推測されている。現在の居住者は27万3000人。第二次大戦時、多くのユダヤ系はイスラエルに避難し移民した。カリリンク、EU 加盟からのポーランド人の移住、および、EN、マイグレーションスフロム、 ポーランドシンス EU アクセッションも参照ポーランドの EU 加盟と宣言権加盟により、ポーランドは EU 参加国内でのビザなし就労権利を得た。2007年にはピークを迎え、230万人が国外に住んでいた。ポーランド国勢調査によると、ほとんどの国外居住者がポーランドの永住権を保持したまま良い条件の仕事を探して移住している。移住の 主な理由は経済的なもので2008年の世界景気交代によるポーランド国内失業率により加速した。1989年の共産主義政権崩壊後は人口の0.5%が国外移住し2008年には2.3%となった。現在、主に若いポーランド人を中心として約200万人が他の EU 諸国で 労働移民となり移住している。他国 EU からの単純労働者の受け入れをしている。イギリスをはじめ EU 先進国へ働きに出る傾向が活発であるが、そのうちイギリスに移住するものはごく一部である。ドイツ、オーストリア、デンマーク、スウェーデンなどは2004年の EU 加盟国に対し2011年まで自国保護政策を取り入れているため、隣国ドイツへの移住は少なかった。 ノルウェーのポーランド人移民数12万人は国内最大移民グループとなっている。2013年に推定50万人のポーランド人が移住し、2011年80%は EU 内に移住している。2013年においてポーランド人の移民グループの分布はイギリス、ドイツ、そしてアイルランド、イタリアオランダ、フランス2015年12月までには、 ポーランドの労働人口12%が働くためにイギリスに移住した。ポーランド語は西スラブ語でポーランドの母国語である。文字は12世紀に導入したら1文字を使用するポーランド語アルファベットである。多言語の影響、編集チェコ語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、トルコ語、そしてチンギスカンと戦争をしていた12から13世紀の間は、 モンゴル語の単語をポーランド語に取り入れた。最初に記録されたポーランド語文章は、EN、ブックオブヘンリー r y Carl にら10文字が使用されて1269から1273年に書かれた。詳細は、ポーランド文学及び EN、ポーリッシュリテラチ r を参照ポーランド文学は、ポーランドの伝統文学である。ほとんどのポーランド文学はポーランド語で書かれ、何世紀もの間、 他の言語によるポーランド文学への貢献がある。966年前までのポーランド文学はほとんど何も残っていない。ポーランドにおける異教徒の住人は交渉文学によりスラブの歌、伝説や心情を伝えていたが、キリスト教作家にとって義務であったラテン語で記述することに重要性が見出されなかったため消滅した。ラテン語は12世紀に導入され、 話し言葉だけのポーランド語を記述できるようになった。17世紀から18世紀中盤、ポーランドのバロックはシュラフタなど貴族の文化に影響されていた。サルマティズムはバロックスタイルに強く影響され、そして西洋と東洋が混ざる得意なスタイルを生み出した。なお、ここで記述する東洋とはオスマン帝国のオリエンタル文化である。このオリエンタルの影響は、 ポーランドとオスマン帝国が国境を共有したために、たびたび起きた侵略によるものである。この時期のポーランドバロックは、イエズス高校で政治キャリアの準備として、ラテンの西洋古典学が基盤の教育を行っていた。そこから、貴族作家や詩人が誕生した。1820年から、ロシア帝国に対する1月放棄の1863年まで、ポーランドロマン派が存在した。 ありがとうございます。